はい、水曜日のゲームの反省をしっかりこの週末で生かそうというところで、出だしからディフェンスの部分と、オフェンスの部分も修正しっかりして自分たちの、バスケットができた結果が、勝ちにつながったかなと思いますし、大坂さんもかなり個人個人で能力の高い選手いっぱいいるんで、明日もう1試合ありますし、修正するところはしっかり修正して。しっかりとした準備のもとにまた明日戦いたいなと思います。はい、バイウィーク前の前半の15試合で14勝1敗とほぼ完璧な内容で前半戦を終えたと思うんですけども、その中で安西さんとして何かまたそのバイウィークの2週間で何かやらなきゃいけないチームの課題みたいなのは？課題はもちろんあったり、オフェンスの部分でもこう新しいの入れたりっていうのがしたかったんですけど、正直日本代表に3人行ってて、コロナのその関係とかもあって、2週間のうち1回しか全員揃って練習できなかったんで、だからもう逆に言ったら、その今までやってたことをどれぐらいその川崎戦でこの間出せるかっていうところだったんですけど。正直コンディションも全然でしたし、そのメンタル的にもなかなかこう揃わない中でっていう、それは相手も一緒だったんですけど、なんで、早くやっぱりそのゲームコンディションというか、そういう部分をこう早く戻して、自分たちのもともと前半戦やってたようなバスケットにまず戻すというところが今すごい重要かなっていうところを感じてますけど。その木金の2日間の間でまた安西さんが求めているようなもうレベルにすぐ戻してたっていう感じですか？そうなってるところもあれば、まだまだそこまで追いついてないところもあるかなっていうところがあるんで、その部分、リバウンドの部分だったりっていうのもビッグマンに任せっきりっていう部分とかもちょっと見られたりとかしたんで、そこの部分はもっともっとやっぱりこう修正が必要かなっていうところもあるんですけど、水曜のゲームからすればだいぶコンディションも戻ってきて、全体的なそのうちの良さっていうのをこう出せる準備が整ってたかなとは思いますけど、チーム全体を見回して今日初めて生で観戦させてもらって、チームはエースっていうなんか全体的な存在でみんながボールシェアして、すごいもう全員がプレーをしているというプレースタイルだと感じたんですけど、これはやっぱり安西さんの理想的な今バスケなんですか？そうですね、うちの選手たちは本当に、日本の中でもかなりレベルの高い選手が揃っていると思ってますし、その選手たちをこう偏らせるというよりは、その場面場面で自分たちでどこにアドバンテージがあるかとか、でもその中でもやっぱこういう場面はじゃあ比江島だなとか、こういう場面ライアンだなとかっていうのはもうある程度こう出来上がりながら、その中でいろいろこうチョイスをしていくっていうところもうちの良さかなっていうところもありますし、そこプラスやっぱボールシェアするっていうのはうちのバスケットの特徴でもあると思うんで、それが今日はある程度できてるんじゃないかなと思いますね。個人的な選手の質問なんですけど、昨年シーズン途中からヘイブ選手に加わってなかなか昨シーズンに関してはこうプレイングタイムがもらえなかったんですけども、今ここまではもう毎試合に出場してほぼ15分以上の出場時間をもらっている、このオフの間の彼の一番の成長点ってディフェンスですかね。ディフェンスとか、もっともっとやっぱルーズボールとかそのリバウンドの意識っていうのはもっともっと高くしてほしいんですけど、ディフェンスの部分でのプレッシャーだったり、そのピックアンドロールかけられた後のディフェンスのやり方だったりとかっていうところはかなりレベル上がってきてると思うんで、オフェンスの部分で甲斐自身も多分この15試合前半の15試合の中でもかなりこう悩んでる時もあったと思うんですけど、やっぱ本人の良さをどんどん出してくれるのが僕らにとってもチームにとってもいいことですし、彼にとってもいいことなんで、その辺が今日はちょっと吹っ切れてやってたんじゃないかなと思いますね。はい、じゃあ前半の中ではまだまだちょっと悩みながらいくんですか？もうそうですね。それ必要だと思います。でも若さでうちに来てそのプレータイムも完全に保証されてない中では、やっぱり悩みながら成長していくっていう過程を踏まないと、もう好きなことばっかりやっててもそういうプレイヤーで終わってしまうと思うんで、そこを今踏んでるところかなと思いますね。安西さんからも求めてるもの、彼に対して求めてるものすごい高いと思うんですけど、このシーズンそうやって悩みながらいけば安安澤さんが抱えるようなレベルの選手に成長していけるなっていう感じ。もちろんもうそれが出せてる時もありますし、今日みたいにそれができない時になんでそうなのかっていうのを、自分自身もやっぱり考えなきゃいけないと思うし、僕の方の使い方もそこはしっかり考えていかなきゃいけないかなと思います。はい、ではこちらで終了したいと思います。ありがとうございました。